田原駅は兵庫県加西市田原町屋座前にある北条鉄道北条線の駅。片面ホーム一面一線。駅が小立ちに隠れているため、ややわかりにくい。ホーム上には屋根と壁があるかなり小さな待合室がある。駅入口には小さな屋根がある。ホームまでは階段がある。駅前に電話がある。平日は1日22本。 と休日は17本である2020年8月までは、曜日を問わず日中時間帯は、毎時1本の1日17本だった。以下に、発車する運転系統、停車駅、本数の一覧を示す。1980年代初めに他の金トリオが、ブームになった時、当駅及び近くの野村駅の存在が、話題になったことがある。 中にはこの領域をわざわざ訪れる人もいた。駅名標型の金のファンの落書きだらけだったこともある。また、2008年12月9日に、三木鉄道より購入した車両を、当駅で軌道に移す作業が行われた。2010年7月28日、火災市で栽培が盛んなドウをイメージしたパーゴラの屋根が、ホームにかかった木造の新駅舎が完成し、記念式典が実施された。 新しい待合室には若き日野田原敏彦の写真も飾られていたが、2011年1月22日に写真がなくなっていることが分かった。ありがとうございます。